はい、というわけで今回も久しぶりですね。漫画倉庫の500円オリパー全部買ってきたんで開けていきたいと思います。はい、というわけで、まあ今回もまあなんか適当な話をしながら開けていきたいと思うんですけど、先に一応ね、まあいつも通りこれのオリパーの説明、ドラビタだすげえしていきたいんですけど、まずベリースーパーが3枚ですね。プラス、まあなんかうぞうむぞうといった感じです。ハズレがこんな感じ。当たりはなんかスリーブに出てきます。というわけで、サコンピッピーですね。サコンピッピーは、あれよ、パワーが3000ある2コストだから、ミクセルを避ける、なおかつパワーが3000だから、プーンを上から殴れるというメリットがあります。赤白555に入るケースがありますね。というわけで、まあ今回の話題なんですけど、あれよ、今日ね、ちょっと今朝方ね、ツイートしたんですけど、プロについてだね。てか、ベリーじゃねえんだよな、これ。あのさ、いやー、俺なんか何回もこの話してる気がするんだけど、いやー、大丈夫なのかね。いや、俺絶対、あれなんだよね。このままのペースでいくと、フェアプロ以外のプロは3年以内に全部潰れると思ってるんだけど、逆に、どう思います皆さん。なんなんだろうね。もしかしてみんな今なんかやってんのかな、新しいこと。なんか、わかんないけど、なんか、本当に、プロになってやってることといえば、なんかその、なんだっけ、スポンサー先の、なんか、メディアに記事つけるだけみたいな。なんか自分で記事書いて寄稿するぐらいじゃない？それをやってさ、その、自分の知名度が上がるってのはさ、あまりにも都合が良すぎると思わないのかな？無理でしょ。そもそも、時代がやっぱさ、テキストの時代じゃなくなってきてるしさ、YouTube の影響もあるけど、その中でさ、テキスト一本でさ、その、戦ってこうと思えるその心がすごいよね、正直。本当にテキストに自信があるならそれでやっていけばいいんだけど、今までさ、ほんとデュエマしかしてなかった人がさ、無理に書いたさ、その、テキスト一本だけでさ、人気になれるってのはさ、ちょっと正直、虫が良すぎないか。もう、ずっとブログ書いてきた人なら、まあ、わからんランクもないよ。たださ、その、本当に。今のプロって結局、あれだよね、もともとそのプレイヤーとしてずっとやってきた人でしょ。だからそういう人たちがさ、今更記事一本で勝てるわけないじゃん。デュエルマスターズの記事読んでる人、わかると思うんだけど、何人かね、やっぱバケモンみたいな人がいるんですよ。まあ、僕が知ってる限りだと、カミューイさんとか、あと、ミスミさんですね。みたいな、その本当に、ずっとブログ書いてきて、バケモンみたいな記事書く人がいるのよ。そういう人たちがいる中で、なおかつ記事一本で戦えると思ってるんだったら、もうそれは頑張ってくれとしか言えないんだけど、無理だろ。いや、マジで、記事見ればわかるけど、とてもじゃないけど、勝てないよ、あれは。もう、あれはもう才能よ。才能に努力掛け合わせてるものをさ、今更巻き返すのはきついって、さすがに。で、そうなった時に、やっぱ何かしら行動すべきだと思うんだよね。いや、別に何も、YouTube を始めるとは言わんけど、まあ、始めた方がいいのは間違いないんだけどね。始めた方がいいのは間違いないんだけど、別に始めろとは言わんよ。ただ、その、いろいろあるやん。プロになったら、お、アクアマスターだ、熱いな。何でもいいんだけどね。例えば、その、お、当たった。プロらしいことっつったら、なんか、なんだろうね、ティーチングとかなのかな。なんかさ、近くの店舗にさ、ちょっと声かけて、その、ティーチング会みたいなの開きたいんですけど、できませんかみたいな風に聞いてみたりさ、どうせあれだろ？お前ら陰キャだから、店とかに話せないでしょ？だからそういうとこなんだよね、結局。だからそういうとこで一回躊躇しちゃうから、後にも先も行けないんだよね。だからそういう、本当に、どことも、その、コミュニケーション取りたくないって人は自分に話来るように、YouTube 始めとけってマジで。コミュ力があるんだったら、まあいいけど、だからコミュ力があるんだったら、その営業をかけてほしいよね。でも、プロとして食ってくんだったら、もう個人事業主だからね。本当に。いやー、いつまでもね、その、受け取ってだけで、その、生きていけると思うなよと。まあ、本当に僕はそう言いたいですね。あ、こういうことを言うとね、まあ、その、結局、今なんか、業界自体は割と盛り上がってきてるじゃん。例えば、今度あるプロリーグとかさ。まあ、そういうので、なんか、今後もし賞金増えていくだろうから、それでなんとかなるでしょう、みたいなことを言う人が来るかもしれんけど、先に言っとくけど、今のデュエマプロに、賞金出す価値はないよ。本当に。マジでない。だって、費用対効果がしょぼすぎるんだもん。だフェアプロ以外、言ってしまえばカジュアル勢からしたらほぼ全員無名よ。まあ、スメロギさんでギリよ。だから、そんなさ、その、そんなちっぽけなさ、その宣伝力しかないところにさ、誰が金出すよっていう話なんだよね。だ多分今回のそのカーナベルさんのやつも第1回だからっていうので、その、なんかいろんなところから、なんつうの、注目されてるから、まあ、なんとかその、優勝商品が海外旅行だっけ？だ多分ま、ギリ賄えるかどうかかも。まあ、まかなえるんかなと思うけど、その、第2回、第3回ってやっていくと、やっぱマンネリ化するじゃん。そうなった時にさ、やっぱ、個人個人、参加者の知名度がやっぱかなり大事になってくるわけよ。
で、そこでさ、カーナベルが抱えてるフェアプロがさ、ぶっちぎりで宣伝力高いってなったらさ、もうやらないでしょ、プロリーグ。だって採算取れないし、だって自分だから、そのもしだ外部からフェアプロを呼ぶためにプロリーグをやるんならわかるよ。ただ自分とこで抱えちゃってるんだからやる必要なくね。ただフェアプロとフェアプロ以外で多分合計させてもフェアプロ勝つで、宣伝媒体としてはそのレベルなのよ、今のもう戦力差は。おお、当たった。エンターテイナーっすね。俺4枚かな、もしかして。おー、熱い、すげえ。エンターテイナーなんか最近値段上がってきた気がする。多分 CS プロも変わるからでしょうね。まあそろそろ供給が断たれるので値段上がってきたのかなと思います。今だ、だいたい1400ぐらいかな。はい。おっと、ディアスゼータは熱いね。どこに置こうかな、ここでいいや。そういえばそう、ちょっとついでにさ、ついでに調査したいんだけど、ちょっとコメント欄で自分がそのガチかカジュアルかをちょっと答えてほしいんだけど、これの区分はどうしようかな。 CS に月1以上で出てるか、月1以上で。おわ、ルファリオンは熱いな。これ今ウォズレックに入るんですよ。モアイランドの枠が確かこれだったかな。でその場合は確かあれだよね、このバジラズテラの枠がライオネルになるんですよ。ライオネル昔からずっと高かったんですけど、やっとあれだね、使用用途ができましたね、ガチデッキに対する。そうで、そう、月1以上で CS 出てるかどうかについてちょっとあれだね、もうコメントしてほしい。 いや出てないと思う。絶対ほとんどの人出てないと思うんだよね。いや、月1、うん、そうだね、月1、いや、月1で CS 出たことない人、月1で CS 出たことない人の中で、1回でも CS 出たことある人は、まあ、1回だけならあるとかでコメントしてほしいよ。で、1回もない人はもう1回もないでコメントして。もう本当に、多分ね、1回もないがね、おそらく7割超えてる気がするんだよね。8割、うん、多分8人とかだと思うんだよな。うん、うちの動画視聴者でさえ多分73から82だと思うんですよ。うわぁ、ロジックスパックプロも熱いな。のレベルだと思うんですよね。だからさ、その、だからなのよ。その、ブログとかさ、そういうさ、そういう記事を読む層ってさ、基本ガチだけなのよね。そう、だからあれなんだよね。自分のさ、影響力をさ、広め相手が少なすぎるんだよね。まあ、だからこその YouTube なんだけど、YouTube って一番、何も考えなくていいんだよね。その結局、一番人来る場所だから、あとはもう人気になるだけよ。もう客層のこととか考えなければいい。考えなくていいんだよね。だからブログとかになってくると、見る層のこともやっぱ考えないといけないから、また難しいとこだよね。まあ別に YouTube もあれだけどね、見る層のことは考えるんだけど、その、あれよ。見る層のことを考えるのはある程度人気になってからだよ。ある程度人気になってきて、ああ、自分の動画にはこういう視聴者がいるのか、じゃあこういう動画を出したら伸びるんじゃねえかな、つって出すことになるのよ。だから、それを考えるのって結局、再生数とか登録者で言うと1万人超えてからの話だから、正直、おぉ、ジオナソってプロもあるやね。そう、だから別に今考える必要はないんだけど、だから、そうなんだよね。はい。そう。だからブログってやっぱいろんな面から見ても難しいものだと思うよ。そうねー。いやー、うちもプロ欲しいなー。あれ、ミミはね、もう社員だからね、プロというのはまた違うんだよね。そう、プロというにはまた違うものがあるのよ。正直ね、今実はね、3、4人ね、いいなーって人いるのよ。いいなーって人がいる。いやー。ただね、なんかね、正直なところ言うよ。うちはまだほら、企業ですらないやん。個人事業主や、俺は。そう、企業ですらないから、フラット工房プロってだけでバカにされる可能性があるんだよね。なんかやっぱ違うじゃん。企業さんと比べると、やっぱカーナベルとかとやっぱさ、その、ネクストプロとかとやっぱ違うじゃん。フラット工房、かっこ笑って感じじゃん。いや、だからさ、その、なんかそれが嫌なんだよ。それが嫌だからさ、ちょっともうちょっとなんか、うちもなんか、もうちょっとなんか、ね、いい感じになってきてからにしようかなとも思っちゃったりするわけだけど。まあでも、まあな、そうね。単純な知名度だけで言うと、まあその辺の企業よりはあるかもしれんな。YouTube のおかげで。ただ、絶対プレイヤーからバカにされるんだよな。目に見えてるわ。いや、俺結構バカにされるの嫌なんよね。なんかね、なんなんだろうね。そう。プライドってさ、一番コスパ悪いんだよね。いらねえ。無駄にプライド高いからさ、本当にいらねえと思うわ。マジ、いらねえよ、本当にプライド。マジ、とっととドブーに、うお、すげえ。すげえ、マジか。ニコルボーラスと生姜セット。生姜昇竜パンツァーですね。やばいな、これ1万ぐらいするぜ。はい、というわけで続き行きましょう。何の話したっけ。これ1万円の話しか思い出せんくなった。あ、そう、バカにされるのが嫌って話か。そうだね。それ以上もなかったわ。当たったわ。フェアリーシャワーが、4枚か ?4 枚か ?4 枚か全然違えじゃないけど、シシオフェアリーギフトですね。このフェアリーギフトよりは光ってないフェアリーギフトの方が高いっていう話はあまりにも有名。
俺がなんかこの前動画で言った気がすんな。よいしょ。はい、というわけで、あと3つですね。ちょっとだけでしまいましょう。これ今回いくら分買ったんやろ ?3 万円分とかかな。だからもう最近、あれなんだよね。この折りパンもさ、なんだろう。買ってから1週間後とかにあげてるんだけど、折りパをストックするようになっちゃったよね。昔さ、その、折りパ買ったらさ、もう、本当に開けたすぎてさ、撮影前に開けるぐらいあったんだけどさ、もう今はもう、感情消えましたね。悲しいよ。もっと昔の自然な感じで折りパ開けてみたいですね。というわけで、グレンモルトヘッド当たりました。でも、未だにその漫画倉庫以外の折りパは新鮮な気持ちで開けられます。なんか漫画倉庫の折りパって全部買うからもう、なんか分かりきってるとこあるんだよね。だからその記憶からその何が当たりだったかを抹消するために日にちを置くんだけど。はい、というわけで以上ですね。はい、というわけで終わったんで集計していきまーす。はい、というわけで結果こんな感じですね。まあ、まあここで1万5000円いってるから多分勝った気はするけどな。なんかいける気がします。はい、というわけで以上、折りパ開封でした。